はい、皆さんこんにちは、ジョーマジです。今日はですね、大分に旅行でやってきたんですけれども、大分といえばね、ハーモニーランドということで、今日は皆様にですね、こちらハーモニーランドをご紹介していきたいと思います。ここ今ですね、入り口まっすぐ来たところになるんですけれども、こちらはですね、キティキャッスルと言いまして、お城が正面にあるんですけれどもね、キティちゃんとグリができます。で、右側はですね、リズミックコースターと言いまして、ジェットコースターがございます。で、そのジェットコースターの向かい側にですね、ハーモニーパークステーションという電車にね、乗れる場所がございます。で、この駅とですね、キャッスルの横でまっすぐ行くとですね、サンリオ忍者トライアルというですね、アスレチックコーナーみたいなのがあります。で、今からですね、ホワイトバーズスクエアというところ行くんですけれども、ほとんどのですね、アトラクションはここに集まってます。観覧車でしたり、あとはメリーゴーランドでしたりね、いろんなアトラクションがあります。ここの階段まっすぐ行くか、ベビーカーとかね、車椅子の方はこちらのスロープから行けます。で、このホワイトバーズスクエアにはですね、一応ステージがありまして、そこでステージショーもやっております。この建物の上にはですね、ゴーカードがあるんですけれども、これはね、ちょっとね、有料となります。500円ですね。こちらが地図です。今エントランスまっすぐ来て、左来てですね、で、現在地のところまでやってきました。はい、アトラクションがこれだけあります。この青いの全部アトラクションです。ではちょっとね、ここぐるっと回っていきたいと思います。で、先ほど言ったステージはここですね。こちらでステージショーやっております。で、左に見えるのが、こちらがですね、コーヒーカップみたいなやつですね。昨日乗ったんですけど、めっちゃ目回りました。ストロベリーカフェで、これがですね、スピントリックです。結構ね、怖いです、これ。で、向こう側がですね、スカイジェットと言いまして、この上をですね、一周ぐるっと回れる、あれですね、あの乗り物があります。で、自動ですのでね、あの漕ぐとかそういうものではございません。で、こちらがカルーセルです。2階建てなんですよ、すごいですよね。で、こちらがポップンスマイルと言いまして、ここ一周ぐるりと回るアトラクションとなってます。可愛いですよね。で、ワンダーパノラマですね、大きい観覧車です。で、一つ一つのゴンドラがですね、キャラクターになってまして、ここら辺のね、窓のデザインも違うんですよ。すごいね、眺めいいですので、ぜひね、乗ってみてください。で、エンジェルコースターです。で、子供も乗れるジェットコースターですね。でも案外速いですよ。ではまた下に戻りまして、今度はですね、トレインに乗りたいと思います。
こっちの方がいいよ、いいよな。で今からですね、こちらのトレインに乗って下の方に向かっていきます。でそうするとですね、サンリオキャラクターボートライドに乗れるエリアに行けます。一応ね、歩きでも行けるんですよ、この列車乗らなくても。だけどもかなりのですね、坂を下ることになります。結構大変です。ですのでこちらのですね、トレインに乗って下行っちゃった方が楽ですね。では駅行きましょう。ハッピーバースデーシティ号は元気よく出発します。それでは出発です。前の手すりか安全バーはしっかりとお持ちください。Thank you.
ので十分ご注意ください。これより安全バーが上がります。はい、そしたらですね、今度はカーニバルスクエア駅からまた向こうのですね、入り口の方まで戻りたいと思います。ではまた上に戻ります。重そうだよ。すごい。二人すごい軽やかだね。ね。
ホワイトバードスピアの観覧車にはサム君のゴンドラがあるので、ぜひ乗ってみてくださいね。このハーモニートレインは FMBC ファイナンシャルズの提供でお送りいたしました。ハッピーバースデーティーボーは間もなく終点のハーモニーパークステーションに到着をいたします。完全に止まるまでは座ったままでお待ちください。またトリンクから顔や手足を外に出れませんようにご注意ください。皆さんの前方ではハーモニートレインのスタッフが手を振ってあげるみたいです。ハッピーバースデーティーボーが止まりました。安全バーが上がります。次の砂が止まりませんようご注意ください。皆さんの出口は左側方向です。お忘れ物の内容、お足元事情によってお待ちください。ありがとうございました。プレートファンの間に広く空いている箇所がありますので、十分ご注意ください。これより安全バーを上がります。行ってきます。お待たせいたしました。ハーモニートレインハッピーバースデー T 号到着をいたしました。このハーモニートレインは次の駅で一度乗り換えがございます、はい、これで今トレインを、ね、一周回ってきたわけです。そしたらこのままですね、入り口側に戻りたいと思います。まあ、大体これで一周ですね。でここのピュールビレッジっていうのがもう入り口の目の前にステージがあるんですけれども、そこでもイベントやってます。今日はイースターのイベントですね。この辺ではですね、キャラ繰りも行われますし、あとはイースターの装飾もたくさんあります。そしてレストラン、フード系とですね、あとお土産屋さんもここら辺にいっぱいありますので、あとはインフォメーションセンターとかね、ロッカーがあそこですね。で入り口ここです。でたくさんお土産屋さんありますので、ぜひグッズ買ってみてください。めっちゃ可愛いですよ。で今トレイン使って行ったんですけれども、このハーモニーガーデンネイチャーエリアっていうところ、ここからまっすぐ行けるんですけれども、ここをね歩きで下っても一応行けますので、先ほどのねカーニバルスクエアまでここ行けます。こんな感じでぐらりとね回っていくんですけれども、まあ、これなかなかね大変ですからね、なので、まあ、先ほどのトレインを使って行っちゃった方が楽です。でも歩きでも行けなくはないです。まあ、ただこうぐにゃ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 ね行かないといけませんからね、結構大変ですのでお気をつけください。上りはなおさら大変です。これをまた再び戻ってこなきゃいけないですからね。まっすぐ階段もありますけれども、一応であとここら辺だけエスカレーターもちょっとだけあるんですけれどもね、まあ、なかなか大変ですから。
で今日はイースター中ですので、ここの辺にはイースターエッグとかもあるんですけれども、まあ、ハロウィンでしたらね、ここにハロウィンの装飾があったり、クリスマスだったらクリスマスとかね、まあ、いろいろございます。でパークの中で一番大きいフード系のねレストラン、こちらになります。ファーストフード&レストランと。ハーベストハウスといいまして、1階と、ね、2階があるんですけれども、まあ、今現在は2階に案内されることが多いですかね。でこういうカレーとかですね、あとキッズメニューもありますし、あとハンバーグとか、あと和食もございます。中がねまたすごい おしゃれなんですよね。こんな感じの中になってます。で詳しくはですね、大分旅行のまとめ動画のところに上の映像とか若干乗っかってますので、あとご飯のご紹介とかですね、そちらの方をご覧いただければと思います。はい、それでは入り口の方に戻って終わりにしたいと思います。もうね結構ショーとかねグリーティングがもう一日中ずっとありますので、もう本当に一日入れる場所ですね。まじまじ今日2日目になるんですけれども、もっとねいたいなって思いますよね。また次いつ来れるかわからないんですけれども、また来たいですね。はい、ここが出口です。それでは終わりにしたいと思います。もしこの動画面白いなと思いましたら、いいねボタン、コメント、チャンネル登録をお願いいたします。それではジョマジでした。ありがとうございました。バイバイ。